呼んでみたいと思います。大きな声でせーのってお姉さんが今から言うからありがとう。それじゃあ次が本番だよ。今よりももっと大きな声でアンパンマンのことを呼んでね。それじゃあ行くよ、せーの、僕も元気100倍。今日は最後までゆっくり遊んでいってくださいね。ねえねえアンパンマン、今日はねアンパンマンのことが大好きだよっていうお友達が見て見てこんなにたくさん集まってくれたんだ。とっても嬉しいよね。それでね今日はお友達のみんながどのくらいアンパンマンたちのことをしているかクイズ大会しようと思うんだけどどうかな。ね、いい考えでしょ。それじゃあお友達のみんなはクイズに答えてくれるかな。答えてくれるよっていうお友達は手を挙げて。はーい。どうもありがとう。いっぱいお手伝いになりました。それじゃあ、ね、今からアンパンマンがクイズを出します。答えが分かったよっていうお友達は元気にお手手をはーいってあげてね。それじゃあ早速始めるよ。アンパンマンクイズ第1問。性格もピリッと辛いヒーローは誰でしょう。さあ、わかるかな。どうか。お声も聞こえてきたし、腕も少し上がったみたいだね。それでもね、まだわからないよっていうお友達がいるみたいだから、お姉さんの顔が、ビヨーン、みんなもやってみてください。ほっぺたビヨーンって伸びるよ。そうそう、上手。こんな形の顔しています。それじゃあ、わかったお友達、お手手を挙げてね。どうかな、わかった。それじゃあ、聞いてみるよ。わかった。よし、それじゃあみんな大きな声で答えてね。せーの、カレーパンマン。そうです、カレーパンマンです。やったー、拍手。すごい、1問目から大正解だったね。よし、この調子で2問目にも行ってみるよ。アンパンマンクイズ第2問。いつも美味しいパンを作ってくれる心優しいおじさんは誰でしょう。さあ、わかるかな。白いコック帽に白いエプロンをつけていて、お顔をねよーく見てみるとアンパンマンにそっくりなの。さあ、わかったかな。わかった人。はい、すごい。こっちのお友達はわかったかな。お手で元気にあげてね。すごいね。よし、それじゃあみんなで大きな声で答えてね。せーの、ジャムおじさん。答えは誰？ジャムおじさんです。すごい、拍手。すごいね、2問目も大正解だったよ。みんなアンパンマン博士みたいだね。よし、それじゃあ次はお姉さんからちょっとだけ難しいクイズを出します。お友達のみんなはお家の人と一緒に考えてみてね。よし、それじゃあいくよ。アンパンマンクイズ第3問。メロンの香りがする心の優しい女の子は誰でしょう。ちょっと難しかった。あれ、お手手もいっぱい上がってるね。難しかったのかな。どうかな。よし、それじゃあお姉さんがヒントを出します。その女の子は緑のマントをつけていて、得意なパンチはメロメロパンチだよ。さあ、どうかな。わかった。あ、お手もついてきたね。それじゃあ聞いてみるよ。わかったお友達。はい、すごい。よし、それじゃあわかったお家の方。はい、ありがとうございます。いっぱいお手手が上がりました。よし、それじゃあ次も大きなお声で答えてほしいんだけど、ねえねえアンパンマン、次は誰が一番大きなお声で